超高素の書簡超高素は16世紀前半の朝鮮時代中期の儒学者、政治家。高来末の定無集以来の儒学の伝統を受け継ぎ、朝鮮政治学の学問としての端子を確立した十家で自ら提唱した同学政治を実践した改革派の政治家でもあった。本願は汎陽調子で字は工事家、号は正安で著書としては 西安州が残されている。1482年、下級管理であった、長本綱の子として、関陽に生まれる。朝鮮開国の後進、長圧市の五大孫に当たる。16歳の時、父の認知平安道の魚川に同行し、土の絵馬鹿により、広島川に流刑となっていた、金三則に出会い、弟子となって、道学主義に基づく、厳しい実践教育の訓導を受ける。 若くしてその才能は朝廷まで聞こえていたが、あえて科挙の受験にこだわらず、青年時代には各地を歴訪して、勉学に努めた。し、金三則も、そのくん自然とした振る舞いと学問への真摯な態度を高く評価していた。1510年末29歳の時初めて過去の芝見を受験し、上限で合格して、正近官に入学を許される。 聖金感に入学してほどなく、超高素の深い学識と精錬潔白な人柄は、評判を呼び、やがて多くの受精と理想繁書の推挙により、増司所の死に任命されて管理への歩みを始めた。1515 15年、数え34歳の時、16品の官職に任用されたが、特別扱いを嫌って、増広美の門下に合格する。この後、官職としては、転籍、 観察、冷創茶郎を歴任し、公文館副被下げ額を経て、ついには、広塚佐県にまで至る。国王、中層の厚い信任のもとで1515 15年から1519年までの4年間、急進的な改革政治を提言し、実行した。1517年、訓急勢力に対する本格的な改革を断行。1518年、司県府の広塚佐県と、 王政主のタスク洋館を兼任し、改革政治を実践。1519年、秋、君級勢力に対して、偽君削除の問題を提起。南、今、陣忠らの君級派の布告により、希望死化が起こり、急進的死林派の狩猟として投獄され、綾州に入る後、玉物氏となった。参考、朝鮮王朝実録、朝高祖が最も重視したのが、 し金三則から学んだ、小学とその実践で、生理学が単なる紙弁ではなく、自らの実践によって、初めて民衆の学問となり、生活の基盤となることを主張した。領事さと役を手本として、地方の自治組織の行動原理としての、合約の地方への普及に努める。宮廷内の吸収や、名神などの伝統的な価値観も容赦なく批判し、 昇格書の廃止をはじめとする改革に取り組む。周囲の反対を押して人材登用のシステムとして、権量化を実施、王道政治を提唱し、王自身の聖訓への歩みを絶えず特例続けたこと。中層半税の維新が多すぎることを批判し、軍級派の聖域にあえて切り込んで、ラデカルな改革を行った。ありがとうございます。